もう虚しいので、みんなでマッサージしようかなと思います。おお、みんな持ってきた。でもちょっと11時までまだちょっと時間があるので、私が、そうですよ、お久しぶりの配信ですよ。今日は、ありがとう。わ、すごい。3位にキッカ、2位にキッカがいる。キッカってキッカな、また。よし、じゃあみんなマッサージするよ。準備できたかな？一緒にマッサージしよう。まあ、もういっか。元気ですよ。みんなも元気ですか？それじゃあちょっとすいません。あげますね。顔全、そう、なんかニキビとか、やっぱさ、マスクしてるとニキビとかができちゃうじゃないですか。でもこれをこのフェイシャルマッサージを続けたら、なんか意外と、まあちょっとこれ、じゃあちょっと美顔のやつ取りますね。これが何も加工してないんですけど、ちょっとあれだけど、なんかね、この辺にね、ニキビとかがあったんですよ。ポチポチと。マスクのせいで。なのかわかんないけど。多分血流が良くなるから肌が良くなるのかわかんないけど。じゃ、ちょっと美顔にしますね。いしょ。じゃ、全開にします。そう、私さ、あんまりさ、お顔割れないタイプなんですけど、なんかマスクで荒れちゃったんですよね。こうやって多分皆さんも、まあ、髪の毛、こうやって束ねた方が絶対やりやすいよ。なんかね、オイルっていうか、ついちゃうんですよ。私は、ずっと前っていうか、1年前ぐらいかな。ヨガのラバに通ってたんですよ。で、その時のエッセンシャルバームっていうのが余ってて、そう、バームが余ってたので、これを使います。まあみんなニベアとかなんかクリームとかでも結構たっぷり。あ、で多分これね、あれですよ。なんか、田中式マッサージとかいうやつかな。なんかフェイシャルマッサージがあって、塗ります。あって、多分 YouTube にも載ってるんですけど、これを私は続けてたら、なんかすごい肌が綺麗になったんですよ。だから、で結構ね、こう、なんか、なんていうの、こうやってやったりするから、塗った方がいいです。ここと、あと首のところ、リンパです。ここね。あ、嬉しい。広めてくれてる。よし。準備できた？手になっちゃうとコメントできないか、みんな。まあ、いっか。マイペースにやります。 じゃあ、まずは、みんなついてきてね、一緒にやるから。まずは、こう、指で、こうやって、とりあえず、こうやって、リンパを、何？首の横、こうやってマッサージ。みんな、コメント書かなくても平気だよ。やってくれてれば。で、こうやってまたマッサージ。これを3回ぐらい。ここはリンパをまず流れを良くして、鎖骨のところと首のところ。したら、まずは目の周りからやるんですけど、あんまりこすりすぎてもやっぱ肌に良くないし、なんかすごく強くこすると、お金から聞いたんだけど、肌逆に垂れるらしいですよ、皆さん。だから、あんまりギュってやると、ベローンってなって、こうやってたるむらしいんで、まあなんかこう、ソフトタッチ？本当に、なんていうのかな、みんなの手とかがあったらこれ触ってあげたいんだけど、本当にソフトタッチで、こんな強く押さなくても、ソフトタッチで大丈夫らしい。そう、強さは、肌が、ギューってやって圧迫されすぎない程度、本当にポンって置くぐらいでいいと思います。まずこ
みんなついてきて。で、流す。そうです、指を滑らせます。目の垂れ目からぐるーん。あ、なんか音楽かければよかった。これを3回です。あと1回、こう持ってきて、じゅーん、よいしょ。次、口、ちょっと待って、口、顎から鼻の下、もう1回、これ3回。おお、ナイスナイス。したら鼻から、あ、やっほー、見てくれてありがとう、マッサージしてます、ただただ次は鼻の下から小鼻、ぎゅっと、これをなんかこうやってくる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 っていうか、ワンワン側に。で、次はこの 目の目尻じゃなくて目頭から、こうやってなんか8の字みたい、8の字っていうのは数字の8みたいに、こうやって5回ぐらいやって、で、またこめかみの方に持ってって流す。もう一回、1、2、3、1、2、3、1、2、3、5回ぐらいしたらこめかみに持ってって流す。オッケー、もう一回ぐらいやっとこう。2、3、1、2、3、8。オッケー、したらこめかみに持ってって戻す。はい、次、顎の下から、ブーっと目頭まで持ってって目の下を通って流す。これはいつも鏡の前でやってるんですけど、結構いいですよこれね。顔もね、リフトアップしてるしね、肌のやっぱ血流が良くなるから肌がすごい綺麗になった気がするんですよ。次、これやった、したらこうやって反対側、まず右をほっぺを押さえて斜めにぐーっと上げて、目頭下通って、これを交互に、はい、これは3回っていうの、交互に、あとこっち1回だけ。したらちょっと本当にソフトタッチでいいですよ。逆に垂れますから顔が困るよね。さあ、そしたら次はこう3個って、まあ4本の指でここら辺からグッと持ってって、こめかみほいと、もう一回グッと、もう一回、あとラスト、なんか多分全部3回ぐらいでいいんだと思います。次、いいね、これやったじゃん。したら、あ、これだ。次にここ、手のここ、親指の付け根盛り上がってるところで、この頬骨の下をグッとしてこめかみに持ってって、グッと、シュッ、グッと。あんまり力を入れすぎると逆に肌が摩擦されちゃう。次は下を向いて、この辺、口の口角からこうやってシュッと下を向きながら、口
口の口角にこうやって手当ててシュッと持っていく感じ。ラスト、よいしょ。OK。したら、次は20話後対策らしいです。これはここのまた付け根のぷくってなってるところにコアゴ押さえてぐっと今度耳の後ろまででいいらしい。1、2、これ5回ぐらい、3、4、5、ね、反対1で、この耳の下、その付け根、香水つけるところまで1、今何回？ 3 回？ 4 回、5回したら、これが終わったら、ではこういう形にしてここに全部フィットフィットさせてぐわーっと肉を持ってく。で、下ろす。もう一回ぐわーっと2個も出て下ろす。ぐわーっと2個も出て下ろす。優しくで、でこれで次最後です。ではこうしてこのおでこのシワをこうやって伸ばしてあげつるつ、優しくこうやって伸ばしてあげて、また4本の指でぐわーっとこめかみぐわーぐわー、あ、なんか比較写真とか撮っとけばよかったかな。はい、したらこれで終わりです。いいんじゃない。でもちょっと、あ、こうやって引っ張りすぎたからこうやって内側に戻しておいてあげないとたるむらしいよ困る。ちょっとバサイクすぎて見せられない。こうやって、あ、やだ、年々顔を垂れるの嫌じゃないですか。これ、うん、いいね。え、これ動画にしてモリトレチャンネルにあげて、え、本当に？じゃあそうしよう。そう、今日も、じゃあ昨日か、動画、昨日おととい動画撮ってるんですよ、また。で、今チェックしてもらってるから、マネージャーさんに。だから、もうすぐ上がると思うんですけど、ちょっと待っててください。いや、トレーニングっていうか、ただ私が今毎日やってる顔のマッサージを一緒にやっただけなんですが、あ、でもいいね、これあげましょう。モリトレでやりますか。じゃあ、ちょっと明日ぐらいに撮りますかな。前回の動画、そう前回の動画の続きです。あの、女性ホルモンについて語りました。よし、いいね、いいじゃない。でも多分これ今ベタベタじゃないですか。このまま寝ると逆にあの顔に油が保湿されすぎてもニキビの原因とかになっちゃうから、私はこのベトベトをとりあえず洗顔して、でまたなんかいろいろ化粧水とか豆乳液、化粧水、あとは美容液、歯科クリーム、鎮静のクリームを塗って毎晩寝るんですけど、私本当に大型だからめんどくさがりなんですけど、なんかやっぱスキンケアとかはすごく好きで続けられるタイプなんですよね。だからそれはやってます。でも別になんかそれこそなんかなんて言うんですか、アイドルがこういう姿ってあんま見せないのかな、あんま努力とかこれは思わないんですよね。なんか自分が好きだから別に努力してるってあんまり思わない。なんか、まあ、とりあえず肌綺麗になるし楽しいなーみたいな感じですねよしよし、 OK。 うん、そうだから、あの、そう、ツイッターでも書いてたけど、摩擦防止のためになんか皆さん何かしらのクリームとかオイルとか塗ってやってもらわないと、
摩擦で逆に肌痛めちゃうんで、うん、ぜひやってみてください。お、イケメンになりましたか？よかった。そうだよ、男の人、だから女の人でもさ、まあ女の人はなんか肌気をつけるとか結構なんか、まあなんていうのかな、当たり前みたいな感じもありつつあるけど、やっぱ男性が肌綺麗だといい、いい、素晴らしいってなりますよね。男もスキンケアめっちゃ大切だと思います。とりあえずこれを洗っていきたいな。じゃあ皆さんのお要望にお答えして、でもこれ人のマッサージだけどいいのかな、乗せて。いや、とりあえずちょっと取って確認してもらって、乗せれるんだったら乗せますね、森トレに。おー、嬉しい。ということで、うん、よし、これで顔を洗ってスキンケアすれば今日は寝れます。そう、インスタにもあげ、このまま喋るのいいのかな。今日インスタのストーリーに載せたんですけど、今日はちょっと熱海の海岸沿いをちょっと運動してきたんですよ。それがめちゃめちゃ気持ちよくて、なんか風もいい感じだったし、ただめっちゃ暑かったです。なんか半袖とトレーニングウェアみたいな、下長い黒ズボンみたいなの履いて、スニーカー履いて、帽子キャップかぶってマスクした、完全不審者だったんですけど。でもすごいね、すごい海ですごく気持ちよく運動ができました。楽しいですね。ね、今日は暑かったね。みんな大丈夫でしたか？うん、おー、じゃあマッサージも終わったとね。あの写真良かったでしょ、ストーリーのインスタのやつ。そうなんです。でこれを結構1日だけじゃまあ効果ないんですけど、効果ないっていうか、いや結構比較するとね、あ、むくみ取れたな感はあるんですけど、むくみは取れるけど、やっぱ肌が綺麗になるまではやっぱり数日かかりますけど、まあ、根気よく続けてもらえれば結構肌も、私も本当にニキビなくなって、あ、なんでこんな、で本当にあれ、なんかうわ、なんで私いつも荒れないのにこんなに荒れちゃったんだろうってぐらいちょっとプツプツプツってできてたんですよ。もう本当に嫌で、そのシカクリーム、韓国のなんだけど、本当ニキビを直してくれるみたいな、鎮静してくれるクリームがあって、それとかを毎日塗ってたんですけどダメで、でもこのマッサージをやったら、そう、寝る前とかにやったら本当に翌日ね、数日経ったらニキビ消えて、もしかしたらマッサージのおかげかも、リンパが良くなって血流良くなってって思ったので。ただ本当に強すぎず逆に肌垂れますから困るね。それはぜひ皆さんもやってみてください。ということで、じゃあしっかりと告知をして終わりたいと思います。7月の何でしょう、2週目土日 ?11、12 とかでしたかね。そう、11、12に名古屋と大阪でツアーをやることが決まる、こんな髪型ですみません、ツアーをやることが決まりました。あー嬉しい。そう、発表はしてたんですけど、やっぱり今こういう状況の中でやるかやらないかっていうのはすごくスタッフさんも、すごくめちゃめちゃ前向きに迷ってくれてて、何回もいや本当に前向きに検討中みたいな感じで山田さんも言ってくださってたんですよ。でも嬉しかったですね。なんかやっぱりなんて言うんですか、なんかわかんないけど、武道館の時もそうだったけど、なんて言うんですかね、いい意味で山田さんは絶対に叶えてくれるだろうっていう、なんかまあその信頼からのなんですけど、そういうのがなんかなんとなく自分の中であって、だから私も山田さんならきっと叶えて、なんとか頑張ってるからちょっと待ってみたいな感じだったんですけど、はい、私も信じてライブができるように頑張ってるので、
ライブができる、ライブができても困らないように頑張ってるので、はい、ぜひ皆さんにまた会えるの本当に楽しみにしてるので、まあそのアプガの FC ファンクラブも先着順ということなんですが、皆さんに会えるのとっても楽しみにしています。頑張って、頑張ってというか、はい、精一杯準備しますので皆さん一緒に楽しんでください。7月11日12日は大阪名古屋で、そして18日は、東京の新宿ブレイズでお待ちしております。気をつけてきてください。コロナもね、今日は東京が100人超えちゃったみたいなので、一緒に気をつけましょう。よし、じゃあね、みんなちゃんと顔洗って寝てください。おやすみなさーい。やばい、押せないや、画面押せない、ベタベタすぎて。大丈夫かな。バイバーイ、おやすみ。